こんにちは、靴磨きトラベラーの総称ランドです。この度2021年4月6日より靴磨き日本一周の旅に出ることになりました。私が用意したのは素敵な靴磨きセットと素敵なママチャリだけです。一切台本はございません。とまあ1年ぶりに YouTube を撮ってるわけですが、世界中の総称ランドのファンの皆さんは、お前この1年間何しとってんと大ツッコミされた方多いと思います。去年の5月頃にですね、世界一周靴磨きの旅を中断して日本に帰ってきてから、私はずっと大阪の難波というところで路上靴磨きをしておりました。次世界一周行く時にはですね、ちょっとプロレベルの靴磨きの技術を持って、世界一周にスタートして足元から世界を輝かしたいなと思ったので、より技術を磨くために路上靴磨きをして、そこで得たお金で関西中の靴磨き専門店を回って勉強しておりました。そしてまあ一応ですね、私靴磨きトラベラーと名乗っておりますので、ちょっとそろそろトラベルしなあかんなということで、もう一回日本一周をしようと思いました。まあ1年半前に靴磨き日本一周を行った時は、だいたい260足磨いて、移動はヒッチハイクでしてたんですけど、次はまあね、ちょっとヒッチハイクも難しそうなので、チャリで行こうかなと思っております。そしてより負荷をかけるために、次はお金を1円も持っていかんとこうと思っております。なので寝るところは基本的には外で野宿になるかなと思ってるので、一応テント買おうと思っております。ただ靴磨きがうまくいってですね、たくさん磨いて、皆さんのお気持ち代がいただけるのなら、ちょっと温かい布団でたまには寝たりとか、日本中の温泉に行ったりとか、美味しい食べ物を食べたいなと思っております。ただ逆もまたしかりで、もし全く靴磨きができなかったら、ご飯も食べることできないので、途中まあ毎日 YouTube 更新するんですけど、ちょっと2日以上空いてたらどっかでのたれ死んでる可能性あるので、ぜひ創作願いを出してほしいなと思います。本当に台本がないのですね、一切どうなるかわからないんですけど、とりあえず南の方から行こうかなと思ってます。チャリンコで行くので、最初は神戸に行って、その後岡山、広島、山口、まあ、九州の方に入って、鹿児島まで行ったら、フェリーで沖縄まで行って、で沖縄で靴磨きして、また鹿児島に帰ってきて、次鹿児島から青森までチャリンコで行って、青森からフェリーで函館行って札幌行って帰ろうかなと思っております。だいたい距離で言うと、まあ、8000キロくらいなんですけど、1日100キロ超えでも、まあ、80日かかるので、だいたい100日くらいで見ております。3ヶ月半くらいで日本一周靴磨きの旅をして、まあ、目標は300足を磨いて足元から日本を輝かせたいなと思っております。そして、それと同時に日本中の靴磨き専門店に行って、もっと僕の技術を上げたいなと思っているので、ちょっと靴磨きの武者修行をしてきます。そしてこの動画を見てる人とか、インスタとか見てる人とか、もし私の県の行ってここで靴磨きしてほしいとか、私の家来て靴磨きしてほしいって言ったら、もう全然行きますので、その時は美味しい温かい夜ご飯をご馳走してくれたら、僕の生存確率が上がるかなと思います。間もなく靴磨き日本一周に行きますので、ちょっと YouTube とかインスタとかで私の生存確認しておいてほしいなと思います。ありがとうございます。